緊急事態宣言、あの協力金については、はい、これテレ東ニュースが独自として東京都協力金店舗ごとに1日6万円で調整しているという話も出てきます、はい、東京都は営業時間の短縮要請に応じた飲食店への協力金について店舗ごとに1日6万円を支払う方向で調整していることが関係者への取材で分かりました、うん、東京都は現在酒類を提供する飲食店などに行っている営業時間の短縮要請を8日から午後8時に2時間前倒ししますと、12日から31日は対象をすべての飲食店に広げます。で、従来の事業者ごとに1日当たり4万円から増額し、店舗ごとに1日当たり6万円支払う方向で調整しているということなんですね、うん、はい、6万円って、まあ、ただまあ店舗運営してこれ どこまでの金額なのかっていう気もしますよね、うん、はい、まあ、だから従業員とかいるわけじゃないですか、うん、そうです。その辺の保証はまたなんか別枠の、ちっちゃい会社は得なんですよ、うん、あ、閉めた方がいいけど、ちょっと まあまあ大きいとこだと、はい、もうちょっと良くないというか、うん、これ回転した方がいいなっていう、うん、だから、まあ、潰れたら国は助けてくれないから、うん、名前さらされても、うん、あの営業するっていう人は結構いるみたいですね、うんうん、あのこんな6万円もらったってしょうがないっていう、うん、会社っていうかその店が ね潰れたらその後の生活は見てくれないわけだから、うん、国はだからやりますっていうところなんかもあるし、だからそういう意味では一人飯は OK とか、うん、なんかもうちょっとなんかアイディアないのかなと、基準をより明確にして、うん、でどうやったら勝ちってい そうなんかそのゴールを設定しないと、うん、なんかまたなあなあで終わりそうだなっていう気がしますよね、はい、だからその辺やっぱ日本人ってのは、うん、設定が難しい民族なのかもしれないですね、うん、そうそう、民族であんまりくくっちゃいけないんですけど、うん、ちょっとこう苦手なのかなっていう、なんかあのパッと考えるっていうかね、うん、あのとにかく、データ出して、うん、こういう方向だからこういうふうにしますっていうことができずに、うん、なんとなく雰囲気で結局医者がねたくさんもうこれ、うん、今もう医療崩壊してるから、はい、なんとかしてくれって言って、じゃあなんとかしようかっていう感じになっちゃってるっていう、ね、うんね、うん、いやなんかね、うん、また始まりますけど、うん、緊急事態宣言が、はい、でも今回はそんな変わんないんじゃないかなっていう気が、お店がどうするかだね、うん、であと、うん、公表するって言ってるじゃないですか、うん、8時以降やってる店、はいはい、うん、従わない店、うん、それあそこやってんだってなりませんか、うん、そうあそこならいける、あそこちょっとなんかあの、はい、リストあるからっていう、はい、これ探して、そう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 、あの店やってんじゃんみたいな、そう感じになりませんか、ね、でしかもやっぱ支えてあげるよという人もいるかもしれないね、はい、うん、逆にちょっとね、うん、今こういうコロナで大変だけども、はい、あの俺も協力して頑張るからということで、はい、行くんじゃないかなっていう、そうそんな気もしますよね、はい、あ、そうか、パチンコ屋でもありましたね、さらして並んだみたいな、はい、並んだ、そう、はい、あそこは空いてるっていうことで、ね、ただまあ結局そのさらした店も結局その後は営業をやめるってことになったりしましたけれども、はい、確かにね、うんうん、まあ、罰則もないですもんね、そう、うん、晒されるっていうのは確かに罰則だし、うん、で晒すことで、うん、やっぱあの政府とか、うん、こういう都とかが期待してるのは、はい、リンチですよね、うん、あのそう周りがね、そう自粛警察に叩かされる、うん、叩かせるっていうのがあるので、それなんかそういうことじゃないですよね、そう、うん、本来はそう周りに叩かせるっていうのはあんまり良くないですよね、うん、犬笛ですよ、これまさに犬笛ですよ、犬笛を吹いて叩かせるっていう、はい、これはちょっと良くないんじゃないかなと、うん、そう、はい、風評被害でね、死刑ですよね、うんうんうん、そうだからなんか一生懸命ビジネスやって生き延びようとしてる人をね、うん、なかなかその人だってその月でね、うん、支払いがあったりとかローンも組んでたりとかねしてると思うので、ちょっとその国の言う通りね、この6万円もらったからといって解決しない人はどうするんだっていう、ね、そうですね、うん、そこはちょっとまあ同情しますよね、あ、まあ、やっぱ税金の支払いとかもあるわけじゃないですか、うん、まあ、猶予とかも、まあ、あるんでしょうけどね、あったりするんですけども、はい、そういう中でも結果的に払うっていうのを考えつつ、今後の事業の見通しが立たないとなれば、うん、まあ、廃業を選ぶ人も相当、これから増えてくるんじゃないかなと、はい、うん、だって今の一時しのぎじゃないですか、うん、じゃあ2月以降、まあ、特に2月末から、ワクチンも供給が開始されると、はい、ただ当初は、まあ、医療関係者とかから、はい、になると思うので、うん、じゃあ一般に回ってくるのいつかなって考えるとまだまだ先じゃないですか、そうですね、まあ、4月とかね、うん、じゃないかっていうふうに、そういう状況で自粛が先行してしまうと、はい、特にやっぱ接客関連の仕事の人は厳しいんじゃないかなと、うん、はい、うん、いう状況が続きますよね。
ただ一方であの飲食店ばっかり優遇すんなっていう批判もあるわけじゃないですか。まあそうですね、どの業界も今苦しい中で、確かに、ね、飲食だけ優遇すんなっていうのもなんか分かるし、うん、飲食の関連の会社があるんですよね。あそこに卸してる会社とかもいろいろあるわけですから、うん、そういった会社にはないのかっていう話も確かに出てる、まあ、出てるんですよね。そうですね、はい。まあ、と考えるとやっぱり、うん、その GoTo も、うん、その旅行観光業を救うっていう意味で、うん、重要だとは思うんですけど、はい、やっぱもう一回給付やるとか、うん、税金だから消費税下げるとか、うん、そういう方が全体的に恩恵あっていいんじゃないかなと思うんですけどね。ヨーロッパは、うん、あのイギリスとかドイツとかだって、うん、あの業界によって消費税下げたんですよ、うん、だからこの業界は消費税ゼロにしますとか、うん、そういうふうなことをやってるんですよ。だから官僚がばらまくよりも、うん、業界によって消費税を下げるっていう方が、うん、本当は、まあ、使い勝手はいいんじゃないのっていうふうに思うんだけどね、うん、そうですね、うん、だからやっぱ給付と減税でしょうね。そう、うん、もうアメリカだって第2弾が、まあ、ちょっと金額は600ドルとか、うん、はい、そういう金額になるでしょうけども、うん、第2弾の話も出てる中でまだ日本って給付の第2弾って現実には進んでないですよね、うん、まあ、今国会動いてないとなりますけど、はい、いうのがあるのでもうちょっとなんかそう、うん、進められないかなと。今その飲食は、うん、あの消費税ゼロにしますってもし出たら、うんうん、1年間貯めてた 10% 分の税金が、はい、これ全部自分のものになるじゃんっていうことでめちゃくちゃ熱い話だみたいな感じになるかもしれない。そう 10% はでかいですからね。そう、まあ、まあ 5% でもね、うん、いいけれどもこれあの納税しなきゃいけないと思ってた金額が、うん、これ確かに熱い話だなみたいな感じになるかもしれない。事業やってる人からすると激アツな話。そう激アツだよ激アツ。そうだからそういうのもあるかもしれないけど、うん、こうもらわなきゃいけないってなって今度自分がね、うん、今度また書類作って、うん、あのもらわなきゃいけないっていうのもなるし、ね、まあ官僚に払うよりも官僚官そうあの公務員に払うっていうよりもね、うん、あの公務員が分配するよりは税金を安くしてもらう方が僕らは分かりやすいし、うん、その方がなんかねいろいろ変えますし、そう、うん、いいなっていう感じがしますけどね。いいはい。ただあれなんですよね、うん、もうなんか僕の場合欲しいものがそんなもないんですよね。まあまあもう買っちゃったしっていうね。そうですね、うん、なんか特にね金のかかる趣味がないというか、はい、旅行行かないと。そうですね、ね、そういうなんかこういうね知見を広める的な感じで、そう、うん、行くのがいいんですよ。いろんなことをね勉強するチャンスが今ないんでね、うん、実際あの学校は多分休みにならないと思うんだけど、うん、あの去年 OECD が出したレポートだと、うん、教育を半年止めると100年後の GDP が 3.8% マイナスになるらしいですよ、はい、なので教育は止めない方がいいということですね、はい、教育、まあ、これやっぱ大人になってからも、うん、まあ、自分をなんていうか学び続けるって大事じゃないですか。あ、そうそういう意味でもなんか、はい、そこに金を使い続けるというか、そう、うん、学びをやっぱこうずっと続けるっていうのはすごい大事で、うん、あの大学受験で終わりな人もいっぱいいるし、そうですね、あの受験で、ねうん、終わってからの人もいるし、社会人になってからずっと勉強する人いるんで、うん、その差はすごく開くん、ね、そうですね。あ、確かに僕ちょっとそこで、うん、今日若干無駄なお金を使ってしまって、うん、僕今あの帯広とこっちに2つ拠点があるんですよ、うん、あ、そうですね。で向こうにもちょっと置いてある本とかがあって、うん、あ、はいはい、急にちょっとそれが必要で、うん、読まなきゃいけないと、うん、なって、うん、もう一回買いましたね。あ、全然ある。鳥越俊太郎的に忘れてて、はい、あ、もう一回買っちゃったみたいな感じじゃなくて、はいはいはい、ちょっと今必要で買うしかないっていう、はい、全然僕なんか自宅で見つからなくて買うって全然ありますよ、はい、もうこれ探してもダメだと。自宅で見つかない。アマゾンで頼んだ方が明日来るから、これもう買った方が早い。全然ありますよ。あのもうこれ今探してもラチャかねっていう。探す時間がもったいないから買うっていう。探す時間もったいないからもう買う。明日来る、うん、その方がいいっていう、はい、全然あります、はい、そう、結局北海道から、うん、例えば親に言って、うん、送ってもらうってなっても、うん、ちょっと時間かかるし、はいはいはい、お金もかかるわけじゃないですか、うん、ちょっとあの本とか大きかったりするので、そうそうそう、通常のねあの100円前後では難しかったりする、うん、送料もかかるからね。そうなんですよ。1000円とか全然かかっちゃうから、うん、だったらアマゾンで買った方が早いじゃん。そうそうそう、そういうやっぱり発想があったりしますよね、はいはい、やっぱりねそういうなんか学びというか、うん、本とかにつぎ込んでいった方が、はい、まあ、いいんじゃないかなと、はいはい、思いましたね。